JR 四国バス。JR 四国バス株式会社。JR 四国バスは四国のバス事業者で四国旅客鉄道。JR 四国の100%子会社である。JR バスの中では最後まで旅客鉄道会社直営であったが2004年4月1日に分社された。四国内で路線バスに路線。四国から関東、京阪神方面と四国都市幹線を中心に。 高速バスを運行する。かつては貸し切りバス事業も行っていた。会社のスローガンは、Here with You 会社発足以来、JR 四国バスの通称名を表記していたが、2009年9月以降は、JR 四国バスで表記している。また、JR マークも印刷物や、ウェブサイトなどでは使用しておらず、ツバメマークを正式な車掌としている。 高松市にある本社のもと、各県の県庁所在地に支店を置き、高松支店には営業所が置かれている。各支店に所属する車両のナンバープレートは、それぞれ支店の置かれている県名となっている。観音寺営業所には2009年4月より高速路線車両が配置されている。貸切バス事業は2011年に松山、高知両支店で廃止。 関音寺営業所も2015年4月24日をもって新規受付を中止したため2015年5月以降は徳島支店のみで行ってたが2017年9月30日をもって徳島支店の貸切バス事業も廃止した民営化当時松山高知急行線が、JR 四国全体で唯一の黒字路線であった一般路線はほとんどが 赤字の仮想路線であり、期待できる部分が少なかったことから、バス事業ではまず貸切バスに力を入れることになった。高速バスに力を入れるきっかけとなったのは1988年の瀬戸大橋開通時で、瀬戸大橋特急線に参入したのを皮切りに、1991年までに東京へ3路線、名古屋、大阪へ1路線ずつを運行することとな。その後、 四国内の高速道路開通に伴い、高松、松山、高知からの高速バスに次々と参入し、1998年の明石海峡大橋開通時には、徳島を拠点に高速バス路線開設を展開した。これらの路線は一部を除いておおむね好調で、貸し切りバス事業と並んで、JR 四国バスの経営を支える、基幹事業となっている。特に、 京阪新築徳島、高松間の高速バスは有数のドル箱路線でもある。一方、路線バスは縮小傾向が続き、2017年現在では、熊高原線、旧松山高知急行線と大都地線が残るのみとなっている。分社会以来、2008年度まで運輸収入の増加が続いたが、2009年度は高速道路の休日、ETC 割引や、 新型インフルエンザの影響を受け、発足以来初となる前年比10%の減収となった。停留車などの詳細は、当該記事を参照、内は共同運行会社。直営時代の廃止、撤退を含む地域間感染系統として、国、高知県、愛媛県、沿線市町村の補助を受ける。国鉄バス時代は、伊子津の車両が圧倒的に多かったが、 民営化後は高速車で三菱不走の車両が導入され、その後貸切車でも三菱車が増加している。また、1995年に香川県交通の貸切バス事業を引き継いだことにより、それまで導入実績のなかった日野車が移籍してきた。日産ディーゼル車の導入実績はない。なお、民営化後に新車で購入した車両は高速、貸切車のみで、 一般路線車の新車導入はなく、すべてた事業者、JR バス他社、東京都交通局、大阪市交通局、神戸市交通局、南海バスからの譲り受け車あったが、2013年に、自社初の新車、日野レインボー2を大ー専用に導入した。近年は、貸切車でも譲り受け車の導入がある。JR バスグループからのリース車の場合、 旧所属図書区からロゴ等を変更しただけの車両も見受けられる。写真参照。1988年以降導入した高速、貸し切り車、譲渡車の一部を除くには、当時波動輸送用のキハ58系に施されていたものと同じデザインの塗装が採用されており、また国鉄バス時代から引き継いだ南国公用車、貸し切り車の一部にも塗り替え車がいた。 一般路線車は国鉄バスのカラーリングを引き継いでいる。2014年3月、同社初の日の高速使用車4台が高松支店観音寺営業所と高知支店に配置された。貸し切り車の正面にある社名表示は JR 四国直営時代は JR 四国観光だった。基本的には国鉄バスの不満法則を使用していたが、 1991年9月以降の新車から以下のような不満法則に変更された。なお、在来車の改版は行われていない。また3列、リクライニングシート4列、リクライニングシートに回収された車両も改版は行われていない。1999年から2008年に導入の新車は10年前に導入した新車と区別するために固有番号が50体となっている。 上記の法則により、691-4901は、4列、リクライニングシート装備の湯フック観光車で、椅子図製、製造年度は1994年度、実車は1995年製で、冷房、空気バネ装備の車両における零1号車ということになる。路線バスでは、大土地線で運行する一部車両に2000年10月から、アンパンマンシリーズの主要キャラクターをあしらった。 ボディラッピングが施されるようになり、2005年10月からは、大都地線で運行する車両すべてがアンパンマンラッピングバスとなっている。2013年には新車両を投入している。高速バスは、2013年から四国4県の営業所に1台ずつ配置されており、主に神戸、大阪駅の路線で使用されていた。このうち高松駅発と徳島駅発は、神戸アンパンマン。 子供ミュージアムモールあるハーバーランドのモザイクまで土曜、日曜、休日に一往復で運行していた。2016年2月から3月にかけて運転を終了した。貸切バスは2003年10月に香川県で運行開始し、2007年3月からは四国4、県に1台ずつ配置されていたが、2011年の愛媛県、高知県の貸切バス事業縮小により、 両県で配置がなくなり、2014年に香川県の配置が、2015年に徳島県の配置がなくなっている。私鉄系バス会社の運行する高速バスとは、路線により、共同運行路線と、競合路線が混在する。基本的には、首都圏、名古屋方面の路線は競合で、高松広島線のように、私鉄系高速バスが運行しない、独占区間も一部存在する。 しかし、京阪神方面と四国島内線は、路線により異なる。京阪神方面ほど大きな需要の見込めない、四国島内線は、高知松山線を除き、私鉄系バス会社と共同運行している。高知松山線のみ競合となった背景には、すでに同社が松山高知急行線を運行していたことと、私鉄系バス会社が、同社より先に、 高知松山高速バスの運行を表明したことと関連するとされる。詳しくは、当該記事を参照のこと。また、高松徳島線のように、当初共同運行に参加していたが、撤退した路線も存在する。道路線は、皮肉にも、JR 四国バス撤退後、往復券、回数券の割引率拡大、増便、パークライドサービスなどにより利用者を伸ばした。なお、 四国各地と関東地区を結ぶ路線を中心として、徐々にツアーバス、2013年以降は、新高速乗り合いバスが参入しており、それらとも競合関係にある。従来より、バス停に隣接して、地方自治体等が設置する高速バス利用者用、駐車場を利用した、パークバスライドは実施してきたが、事業者が独自に設置したものとして、夢タウン高松駐車場、 高松中央、インターバスターミナル駐車場、丸亀バスセンター駐車場、いずれも四国高速バス等と共同利用が高速バス利用者の集客に大きな貢献を果たしていることも、あ、松山支店の敷地内に高速バス利用者用駐車場を設置するなど積極的に取り組んでいる。川内インターの高速バス利用者用駐車場など、松山岡山線、高松線、 徳島線以外では競合関係にある移鉄バスと共同で整備した例もある。また、徳島県内から徳島駅経由で徳島駅前から JR 高速バスを利用する場合、一定の条件で JR 四国のパークライドサービス、車でトレインが利用でき、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。